はい、それではお時間になりましたのでセッションの方を始めていただきたいと思います。準備大丈夫ですか？あ、まだ大丈夫じゃないですね。なんか小話をしますか？あ、大丈夫ですね。マイクの方も大丈夫ですか？はい、聞こえてますよね。大丈夫ですね。はい、聞こえてない人は手を挙げてください。はい、大丈夫です。はい、じゃあそれではよろしくお願いします。はい、じゃあ始めます。今日はですね、エドワードプレス EC サイトを作る実践的な知識と技術という形で WooCommerce をちょっとメインにお話しさせてもらいますけども、半分以上多分ですね、EC サイトを作るときに注意しなきゃいけないことを話させてもらおうと思っております。ということで、まあ、アジェンダというかですね、まあ、どんなことを話そうかなというところなんですけど、まあ、大きく分けて2つに分けて話させてもらいます。で、これスライドはですね、シェアさせてもらいます。で、ちょっとですね、文字も小さかったりとかするんで、できるだけ言葉で分かりやすく説明はさせてもらおうと思います。まずですね、多分ここに来られてる方ってワードプレス界隈の方なんで、 EC に関してあまり知識ない方が多いのかなという認識もありますんで、まず EC をするときに、どういうことをしてた方がいいかなという話をしようと思います。で、実際ですね、ワードキャンプに限らず、ワードベンチみたいなものを、まあ、ワードプレス、ワードプレスミートアップですね、今からは。そういうのに行くとですね、大体その、EC にはすごい興味があって、やってみたいとか、開発の方もですね、いらっしゃるんですけど、ワードプレスですしか作ったことないから、よくわかんないんですよねっていう話をよく聞きます。ですね、そこのところをですね、できるだけ、わかりやすく、説明したいと思います。で、ただ、わかりやすく説明したいんですけど、意外とですね、すごい奥が深いです、EC っていうのは。やったことあることはわかると思うんですけど、いろんなところにちょっと気を回さなきゃいけないというのがあるんで、まあ、それの一端を今日分かってもらったらいいかなと。ただ、今言ったみたいに難しいんでですね、ある意味産業障壁があります。もし開発者としてビジネスされてる方がいらっしゃるとですね、それができるようになると、稼ぐこともある程度できるようになりますんで、まあ、そこら辺のちょっと、ビジネス的な話もさせてもらおうと思います。で、実際僕もちょっとですね、3つほど会社を起業したりとかしている形もあって、いろんなところの視点でお話もできるとは思いますんで、まあ、ご参考にいただければなと思います。ですね、ちょっと技術系の話もしますけど、どちらかというと経営的な話とか運営的な話も少し織り交ぜてさせてもらおうと思っております。で、それがまず一番最初のところをさせてもらって、で2枚目の方にちょっとウーコマースに特化して、話をさせてもらいます。で、まあ、実際プラグインがこんなプラグインありますよとか、で、まあまあ、ある意味、自分もですね、コアの開発してるんで、まあ、正直言うと、ウーコマースにかなり偏った意見になると思うんですけど、正直ウーコマースでできないことほぼないですよというような話をさせてもらおうと思います。はい、ということで、話をするんですけど、まあ、ちょっと僕の自己紹介です。あんまりちょっとここにですね、偉そうにぐだぐだ書くとあんま好きじゃないんで、もう最近すごくシンプルにしてます。私、翔平田中翔平と言います。一応ですね、ウーコマースのコアコントリビューターというのを続けて、ここずっとほぼですね、毎回コアコントリビューターに名前を載せさせていただいております。まあ、ほぼですね、ですね、大体1バージョンアップあたりに、10行ぐらいのコードの修正ぐらいしか正直はしてないです。ただ日本アジア向けいわゆる多言語対応の部分をかなり僕の方が、サポートさせてもらってます。歴史的に言うとですね、2013年から僕ずっとウーコマースの開発に携わらせてもらってます。ちょうどですね、オートマチックに買収されたあたりから一気にユーザーのシェアが上がって、多分、まあ、この中でもお使いいただいているかと思うんですけど、ウーコマースフォージャパンというプラグインを無償提供しているのが僕です。あとですね、まあ、じゃあどんなことしてますかということなんですけど、最初に EC の話しますよっていうことをですね、言ってですね、今開発しかしできないやつが EC の話どうすんねんと思われたらあれなんてあれなんですけど、一応私もですね、月2億5000万、売った EC サイトを作ってました。EC サイトじゃない、 EC 会社を運営してました。ぶっちゃけ言うとですね、私もともと開発じゃないんですよ。もともと経営者です。経営というか最初は取締役ですね。いわゆる、経営の立場の人間でした。でその会社で、使い捨てコンタクトレンズというものの使い捨て、通販の先駆けをしまして、月商2億5000万までして、最初ですね、僕が入った当初は月、40万ぐらいだったかな、から2年間かけて2億にガーッと上げた経験がありますので、小さな EC から大きな EC まで全部体験をしています。だそこを踏まえて、開発とかっていう話ができるんで、まあ、いろいろ大手さんも含めてちょっと声かけいただいて、お仕事もいただいているという状態になっています。ですので、まあ、そういう、視点も一応ありますよということは、先にですね、お伝えさせてもらおうと思います。
はい、で、自己紹介は、あと一つ、ちらっと言われましたけど、一応、ウーコマースとかですね、ワードプレスでコアコントリビューターというか、貢献者というか、コントリビューターをし始めてですね、世界のコントリビュートしてるのに、地元のコントリビュートしなきゃいけないという関係で、PTA 会長というのをしてですね、そういう形でやってます。ですね、まあ、ちなみに、来年僕多分ここの、ワードキャンプ来ないと思います。というのが、実は今日ですね、うちの PTA、中学校なんですけど、PTA 運動会やってるんですよ。仕事をちょっとですね優先させて今回はこっち来てるんですね。で来年うちの娘3年生はさすがに卒業の年は行こうということで、来年多分この時期にされると多分僕こっち来れないんで、まあ、今年来年は多分ここに来てないと思いますっていう感じで、いろいろ活動させてもらってます。はい、ではちょっと今のは余談ですけれども、じゃあ、実際にいろいろ話をさせてもらおうと思います。まずですね、EC サイトを作る前の準備として、EC サイトに何が必要なのかっていうのを考えてみてくださいと言ってですね、パッと思いつくもの多分いくつかあると思うんですよ。で、大体ですね、それで、EC をしたことがない方っていくつか大体抜けがあります。で、それの基本的な部分だけをちょっと今から説明しようと思います。で、あとですね、アナウンスの方にもありましたけれども、EC サイトをですね、作ってもですね、売れるサイトと売れないサイトって結構はっきり出るんですよ。でこれですね、作る段階からやっぱり意識を持ってもらう必要が正直あります。EC サイトを作ってですね、運がよく売れたら頑張ってみようとかいう形で EC サイトされる方っていうのは本当申し訳ないですけど、ほとんど失敗します。ある程度しっかり売り上げを上げよう、もちろん1億2億とか目標にしなくていいですよ。月100万は売りたいなとかぐらいの目標を持ってるんだったらしっかりとやった方がいいです。でこれちょっとスライドには書かなかったんですけれども、経営者をやってた経験からするとですね、 EC サイトでもし100万売りたいと思ったらですね、イニシャルはちょっと別として、月ですね少なくとも1割から2割は広告コストなり運用コスト、運営コストに絶対お金がかかるというスタンスでしないと失敗します。ですので、これが一番最初 EC する前の話なんですけど、利益率がですねすごい低い商品って意外と EC 向かないんですよ。その場合は逆に薄利多売、めちゃめちゃ売らなきゃいけないというプレッシャーもかかります。で逆に薄利多売しようと思ったら、大体ですね、よくあるパターンなんですけど、他でも売られてて安くなって、もうすでに価格競争になっているという商品は正直言うと、スケールメリットがなければ EC には向かないです。ですので今から向く EC っていうのは何か特殊性があったりとか、まあ、普通に売ってるんだけどなんかうまくストーリー性をつけて売ることができるとか、最近の流行りでいうと定期購入と絡めることができるとか、安定収入ですね、そういうことを考えた上で EC を始める必要があります。で、僕はですね、一応 EC の話をするときはやっぱ成功してる会社を参考にした方がいいですよという話をしますので、一番基本としてよく使わせてもらうんですけど、 Amazon の企業理念、これご存知の方多いと思うんですけれども、地球上で最もお客様を大切に企業であろうというのが Amazon の目標です。まあ、簡単に言うと、お客さんが本当に欲しいものを欲しい時に、欲しい時間、欲しい時に、きちっとお渡しできる企業になろうと。まあ、簡単に言うと、やっぱお客さん視点なんですね。EC サイトを作るとき、注意事項なんですけれども、結構ですね、クライアントってですね、お店側の主張を言いすぎることがあります。それを止めるのも、実は EC サイトを作る側なんですよね。あんまりこうお客さんがこうかっこよく作りたい、かっこよく作りたい、もちろんかっこよく作ってですね、ブランディングする必要あります。ただそれが行き過ぎちゃうとページの表示速度が遅くなってしまうと。でこれはちょっと後で少し多分、時間があれば話すと思うんですけれども、ページスピードがですね、1秒遅くなるだけで売上が下がると言われています。今理想はですね、スマホで2秒から3秒できちっと表示されるサイトじゃないとお客さんはすぐに逃げてしまいます。そういうことを考えると、あまりこうデザイン性を高すぎてもいけないし、まあ、もちろん低かったらいいって問題もないんで、ここら辺のバランスを取ってあげるのがデザイナーさんであったりディベロッパーがしなきゃいけないことだと思ってください。でまずですね、そういう理念を持った理念というかですね、考え方を持った上で、開発は進めていかなきゃいけませんので、開発者側はですね、単純にクライアントに言われたことを作ればいいですよというようなものでは EC はなかなか開発者側としては成功することがないんです。まあ、これ多分ワードプレスを作ってる方だったりとかですね、もしお客さん側の人ですね、コンテクストサイトを作ってもらってる側の人もそうだと思うんですけれども、いいサイトを作ってアクセスが増えたりとかした場合ですね、やっぱお客さん側からしたら紹介をして他のところにも紹介してあげるよという話にもなりますし、売り上げが上がれば EC に関して言うと、それによって新しい開発コストが発生したりとかすると思いますので、やっぱりこう結果が出せるような形をした方がいいです。もう作ったら終わりっていうものではEC は特にないんで、ですのでできる限り成功するためにはこの視点
開発とは全く別物かもしれませんけれども、この視点を持った中で話をする必要がありますですね。クライアント、お客、あの店舗側がですね、こういう機能をつけたいんだって言っても、いやでもそれはちょっとお客さんにとって良くないんじゃないですかという提案もしてあげれるぐらいになると、いいお仕事が増えていくかなと僕は思います。で、じゃあちょっと具体的な話をしていきます。EC をですね、考えるときこういう感じの図がよく出てきます。まずお客さんが確実にいます。で、真ん中にお店がやっぱありますね。これはもう真ん中にお店がありています。で、もちろんこのお店の中にですね、ディベロッパーがいらっしゃる方もいらっしゃいますけど、ほとんど多分外だと思います。で、あともう一つこれ書くときにですね、お客さんとお店と、開発者だけで終わっちゃうと思うんですけど、これ以外にですね、基本的に商品を、送って、あの商品の、仕入れ先ですね、これもあることも忘れないようにしてください。この4つがあって初めて EC っていうのが成り立ちます。ただ物によってですけど、サプライヤーですね、商品の供給側、これが、お店の中と一体化することももちろんあります。メーカーさんとそうなりますので、そういう時も一緒になるという形で考えてもらったり、大きく一般的なものはこういうふうに分かれると思ってもらったらいいです。で、全体的にですね、必要なものこういうふうに関係があって、それぞれが、つながっていきますよと。でその中でですね、お客さんとお店側でよく、つながっている部分で重要なのが、配送ですね。物を送ったりする配送の部分と、あと決済、お金を支払う部分、ここのところがしっかりと成り立つかというところがあります。で実際ですね、どうしっかり成り立たせるかっていう話なんですけど、そのお客さんにとってそれが支払いやすかったりとか受け取りやすいのかどうかとかいうところを考えなきゃいけないっていう話です。でウーコマースのですね、ちょっと若干今現状では欠点なのかもしれませんけれども、やっぱクレジット決済が多いです。対応しているのがですね、コンビニ決済対応してないのとかっていうのも正直あります。まあ、ある程度ですね、これ EC された方が分かると思うんですけど、今現状、多分売上のですね、8割型から7割型はクレジット決済で、収まると思います。ですけどやっぱりなんだかんだ言って代引き、あとコンビニ決済、あと最近の流行りで言うとモバイル決済、キャリア決済ですね、で、まあ、3割から4割の、売上を上げることもできます。だから最近の流行りでいうと Amazon Pay ですね、これ結構人気上がってます。ちなみにこのなんで Amazon Pay の人気が上がるんだよっていう思い、今もしかしたらこの中で思った方いると思うんですけど、これこそお客さんの立場になれば分かることなんですよ。何かというと Amazon Pay ってですね、決済するときに住所入力しなくていいんですよ。もう決済、いわゆる決済データが Amazon の方に入ってて、配送先の住所情報がありますんで、そのままパッと、決済までいけちゃうと。もうカートを入れて Amazon Pay にポンと押してログインしてればもう終わりと。すごい楽なんですね。お客さんにとって楽なことをすれば EC っていうのは売れやすくなります。ということで Amazon Pay なども今売れていってますんで、そういうふうな形で決済をいろんなことを考えた方がいいです。ちょっと余談になりますけど、 Amazon Pay をですね、導入するとですね、売上が上がりやすい企業さんって何かっていうと、マーケティング的に言うと男性顧客が多いところは売上が上がりやすいと今日本で言われています。やっぱりですね、日本はですね、まだちょっと楽天さんがなかなか力を持ってまして、アマゾンさんももちろん売れてるんですけれども、そういう傾向があって、女性向けはやっぱりまた楽天さんのポイントにこう興味のある女性方が多いんで、楽天の方が売り上げが、楽天の、決済を入れると売り上げ上がるんじゃないかなと言われています。ちょっとすいません、ウルコマスはまだちょっとですね、楽天決済のプラグインがありませんので、これはちょっと早いうち作ろうかなと思ってるんですけど、私はちょっと手が開かないんで今できてないんですけれども、もちろんこの中の方ですね、決済の方を勉強して作ってみてやってもらってもいいと思います。ちょっとこれすいません余談ですけど、うち、ウージャパンウェブかなってサイトを作って、ウーコマースの、啓蒙活動をしてるんですけれども、そこでですね、私が開発したもの以外も全然告知させてもらってます。ですね、もしこの中でウーコマース用にですね、こんなプラグイン作ったよと、もちろんそれは有料であったらやってもいいです。ただ GPL だけ守ってくださいね。 GPL さえ守っていただければ、ご連絡いただいたら、一緒に掲載する。でもちろんそれに関してはお金は取りません。ただキャンペーンするとかって話はちょっとお金をいただきますけれども、キャンペーンじゃなくて単純にリンク取ってくださいねとかいうぐらいだったらご連絡いただいて、問題なければ、私の方からも提供させてもらいますので、見てもらう、ご検討いただければなと思います。でちょっとすみません話が、ずれましたけども、こんな感じになります。で、これが全体像として、じゃあ EC サイトを作る時に、開発者側が、気にしなきゃいけないのってどこですかっていうと、この上の部分ですね、
サプライヤーから、ショップ、ショップから、カスタマーに行くところをきちっと把握しなきゃいけませんっていうのが、なんでと思うかもしれませんけれども、特にですね、お客さんとお店がつながるところは、まあ、当たり前だと思うんですけど、やっぱりですね、仕入れからお店に入ってお客さん届くまで、これの日数だったりとかいうのはしっかりと把握しなきゃいけません。例えばですけど、予約販売だったら仕入れからお店に入るまで、例えば来月ですよとかいう話になった場合、これ法的な話になるんですけれども、発送できない状態でお金を取ってはいけません。発送できないとですね、まあ、もちろん、在庫がすぐ入りますよとかっていう状態だと、まあ、正直なくグレーゾーンなんですけれども、売り上げをすぐ計上しちゃいけないというのがあります。あくまで発送してから EC 通販はですね、決済上げてください、決済管理してくださいと一応いうルールがあります。で、特に予約販売とかをした時、もし、販売予定が変わりましたとか言った時にですね、決済がされてた場合、それは返金手の手配をしなきゃいけないとかいうのもありますので、一応予約販売の時は入荷が確実に確定してから決済できる最低限システムを作んなきゃいけないとかいうのもありますので、やっぱり開発者側としては、仕入れですね、仕入れとお店の関係もしっかりと把握をしておかなきゃいけません。というところで、上のですね、仕入れから、ショップに来て、でショップからお客さんのところにどう届いて、どれくらいの日数届いて、決済どうするのか、ここのあたりをしっかりと作っていかなきゃいけないという形になります。でもちろん今言ったみたいにですね、予約販売用のですね、例えば1ヶ月後に商品販売しますよ、で1ヶ月後に商品が確定してから決済しますよとかいうプラグインがウーコマースはもちろんあります。例えばですけど、出版ですね、シッピングですね、商品をお客さんのところに送りますよとかいう時の時に細かく設定するプラグインとかもウーコマースの拡張プラグインであります。ただ、ウーコマースの標準、ウーコマースだけですね、であればそこまでの機能はないです。もう単純に、商品を、販売するというぐらいしかありませんので、そこだけは注意をしてください。はい、で、店舗運営者のですね、立場と一般顧客の立場も考えながら構築しなきゃいけないですよというのも、気をつけてやっていただければなとは思います。はい、で、今のちょっと、簡単なまとめになるんですけれども、まずはですね、商品、サービスを購入してもらうために必要なことをしっかりと洗い出す必要があります。で、今ちょっとですね、さっきの、表で書いた部分は一般的な EC にしました。この後拡張プラグインのところで話はするんですけれども、サービスの販売もウーコマースでできます。例えば、サロンですね、ヘアサロンでもいいですし、ネイルサロンでもいいです。予約して、来てもらって、やるというようなシステムを組むことができます。しかもクレジットカードを使えば、前金、先にクレジットカードを決済してもらって、でそれで来てもらったらもうお金払わずにすぐ、施術ができて、書いていただくというシステムを組むこともできます。ですので、商品サービスを購入してもらうときに必要なものを、各その形態に合わせて何が必要なのかっていうのをしっかりと把握する必要があります。でその時に、ちょっと考えなきゃいけないのはこの後に少し話をしますけど、マーケティングとの絡みも出てきます。いわゆる売れるか売れないかってマーケティングが全てなんで、マーケティングに関して、じゃあ例えばですけれども、私のちょっと過去の経験からさせてもらいますと、使い捨てコンタクトレンズってですね、意外とすぐ欲しい人が多いですね。なんでかっていうと、ワンデータイプって言うと1日使い捨てタイプなんですけど、結構ギリギリまでみんな使っちゃってですね、あと1個しかない、あ気づいた、1個しかなかった気づいた、すぐ送ってっていうニーズがすごいあるんですよ。なんで即日発送できるようになると売り上げがちょっと上がります。大体2割から3割ぐらい上がりましたね、即日発送するようになったっていう風に、やっぱお客さんのニーズによってですね、リードタイムだったりとかそういうのがあります。でもしそのリードタイムが守れないんであれば、売り上げが上がらない可能性があるというところも踏まえて考えなきゃいけません。ですので、シンプルにいいものを作って売ろうとしたら売れるものももちろんあるんですけれども、そうじゃないもの、できるだけ早く欲しいんだというものであればそれに対応するとかいう必要もありますので、そこら辺をちょっといろいろ考える必要があります。で、あとは支払い方法ですね。最近は本当若い人たちはキャリア決済、使う方も多くなってますので、キャリア決済の導入とかそういうのもあります。で、あと、法的に必要な資格がある時もありますので、これ注意をしてください。まあ、一番有名なところで言うとお酒ですね。お酒の販売 EC サイト、 EC サイトでできるようになりました。薬もですね、一部、できるようになりました。ただそれには資格が必要です。でそこら辺はもうしっかりと調べる必要がありますので、一応念のため、鉛筆とかですね、ボールペンとか、ノートとか売るときはいいと思うんですけど、なんかちょっと特殊なものを売るときは確認をした方がいいと思います。でそれを、しっかりと調べて、洗い出して、じゃあそれに対してシステムが何が必要なのか、
例えばお酒を売ろうと思ったんなら、アカウント登録の時にですね、生年月日聞かなきゃいけないんですよ。そういうことを知らずに EC サイトで資格だけ取ったらいいから、資格だけ取ってですね、EC サイト始めました。で、年齢確認してますか？知らん。はい、それで営業停止ということもありますので、しっかりと、資格だったりとか、ちょっと特殊なものに関しては調べることをお願いします。で、逆に今、そこら辺ですね、お客さんからもし開発者側としてお客様からそういう話があったら、そういうところでちょっと相談はした方がいいと思います。いろいろ相談窓口ありますので、そういうところで聞いて、確認をして開発をしていった方がいいと思います。で、今までがちょっと作るときに気をつけなきゃいけないところです。で、あとは EC サイトを作った後というか運営するときに必要なことで、事前に多分した方がいいですよっていうのがセキュリティとマーケティングです。この中で、ちなみにもうすでに EC サイトされてる方ってどれくらいいらっしゃいますかね。2割ぐらいですね。多分、じゃあ他の方は、されたことがないと思うんであれなんですけれども、EC サイトですね、20年ぐらい前だったらですね、 EC で立ち上げるだけで売れてたんですよ。これ本当です。で、僕がですね、そのニューヨーク南部っていうところをやった時はちょうど2001年とか2002年の頃ですね。楽天がちょうど立ち上がって、ビッターズも立ち上がって、そういうくらいの本当に、EC の黎明期というかですね、その時でした。で、その時はですね、正直本当サイトさえ出せば結構売れました。簡単に100万とかポンポンと上がっていってですね、そういう状態だったんですけど、今はもうそんな時代じゃありません。いろんなお店があります。ですので、いろんなお店の中から選ぶ、特に選ばれる形を取らなきゃいけないという話になるので、マーケティングも必要です。で、それに合わせて売上がもし上がっていった時にですね、セキュリティ問題なんですけれども、個人情報を漏洩なんかした日には一気に倒産します。これ本当に実際に目の前に、それだけ売上を、せっかくですね、月何億とか売上上げてたのに、セキュリティの問題、クレジットカード盗まれたっていう問題で一気に売上が下がって、倒産までいかなかったけど合併させられたとかいう話はよくある話です。ですので、売上が低いからいいやという話はないんですけれども、極力セキュリティと、売上を上げるためにはマーケティング、この2つはしっかりと把握する必要があります。で、まずちょっとですね、両方平均的な話をさせてもらうんですけれども、セキュリティに関してはですね、ウーコマースっていうのはワードプレスで動いているシステムです。で、これちょっと後で、ウーコマースの説明の時に言いますけれども、セキュリティ的には、他の EC システムよりも高い方だと思います。根本的な説明は、ワードプレスご存知であれば、セキュリティのですね、パッチっていうのが自動で当たるんですね。いわゆるセキュリティホールが見つかりましたって言ったらですね、勝手にアップデートするようになります。この機能ってなかなか他の EC システムにはないです。そういうところもありますので、セキュリティはウーコマースはいい方なんですけれども、それでもちゃんと守らなきゃいけないということがありますので、その説明をさせてもらいます。ただマーケティングなんですけれども、先ほど言ったみたいにサイト作ったら売上が上がるということはまずないです。何かしらの施策をしなきゃいけません。あとですね、マーケティングの中でちょっと注意しなきゃいけないこととしては、その、広告という意味のマーケティング以外にですね、やっぱブランディングに近いものなんですけれども、売るお客さんの年齢層に合わせた、サイト作りというのは、これデザイナーさんに求められるところなんですけど、これは一部マーケティングと関わってきます。ブランディングになりますので、ですね、お客様とした、例えばですけど年配の方が多いというサイトだったら、それこそ文字はちょっと大きめに作んなきゃいけないとか、逆に、若い人おしゃれな、サイトにしたいと、おしゃれなものを売ってますよということになれば、それこそ写真の質を上げなきゃいけないとか、視点が全然違うんですね、売るお客さんに対して。で、そこをしっかり と把握した上で、構築をしていく、マーケティングの手助けをしていくという必要があります。で、それを忘れずに、しなきゃいけませんよという話です。で、まずはちょっとセキュリティの話からします。これはですね、ワードプレスのセキュリティ講座とかっていうのを聞いてもらったらですね、正直もうそれです。ウーコマースのセキュリティ、ウーコマースの話にちょっとなりますけど、もしウーコマースでセキュリティを上げたいという形になったら、ワードプレスのセキュリティ対策をしっかりしてください。で、これ本当にワードプレスのセキュリティ対策を、する話でよく出てくるのがですね、ワードプレスのちゃんとコアのアップデートをしてくださいよと。で、ウーコマースも一緒です。コアのアップデートを必ず対応する形で作ってください。ですので、これはテーマ制作者、デザイナーだったりとかコーダーの方に注意しなきゃいけないところなんですけれども、やっぱり最新のコードを書くようにしてください。
最新のコードを書くことを書くようにすれば、いくら、ワードプレス、ウーコマースもですね、広報互換をしているとはいえ、表示がおかしくなったりすることはよくある話ですので、必ずできる限り、最新バージョンの、コードの書き方に沿った書き方をするように、できるだけした方がいいです。まあ、正直ですね、私の方にはよくウーコマース絡みで炎上案件とよく言われる話が来るんですけど、大体炎上案件見るとですね、今バージョンが 3.4.5 かななんですけれども、なぜか 3.0 で開発してるとか 2.7 で開発してるっていう話がよくあります。で、僕最初もう皆さんアップデートしてるのを使ってると思って話をしたらですね、最終的に話が通じなくて、よく考えてみたらバージョン古いんだみたいな話もよくあるんでですね、常に開発、特に今開発始めてる段階では少なくとも一番最新版で、もし古いバージョンのやつを受け取った他からこう保守してほしいとか話になったら、最新版に上げることをまずしてください。それをすれば基本的にセキュリティ対策にもなります。ですので、必ずですね、ウーコマース、ワードプレスのバージョンアップをする。で、もし有料テーマとか使っている場合があれば、その有料テーマを常にバージョンアップするという形を、取るようにしてください。で、それをすることによってセキュリティが担保されていきます。で、まあ、それを見てみたいですね。2番目言ったらですね、プラグインを最新版にする。これテーマも含めてです。で、あと、これ最近ちょっと、ワードプレスの界隈でもかなり啓蒙活動が進んでるんで、減ってきてるとは思うんですけど、親テーマをですね、そのまま改変すると、いわゆるコアを触るって言い方をするんですけど、そういうことをしてる方がいらっしゃいますね。それはもう本当にやめてください。有料テーマを作ったら必ず固テーマを作って、固テーマの方だけを触る。で、親テーマはバージョン、アップデートした時にちゃんとアップデートするという形を徹底するようにしてください。で、まあ、それ4、コアが3ですけどですね、3番のところ。で、これはちなみにこうやって言ってますけど、ウーコマースのコアもそうですし、拡張プラグインのコアもそうですし、テーマのコアもそうです。基本的には、配布されてるプログラムは触らずに、できるだけ固テーマ、もしくは、開発拡張用のプラグインを作って、それで、触るということを徹底してもらったらいいと思います。あと、EC サイトなんで、データベースの定期的バックアップ、できるだけ毎日、取るようにしてください。もし万が一何かあった時に、そのバックアップによって修復できること、あともしくは、セキュリティにもし、何かマルウェアでですね、取られた時にも、被害者が誰なのかというのを特定するためにも、データベースのバックアップはしっかりと取る必要があります。で、あとこれに伴ってですね、ちょっとワードプレスに限らずなんですけど、これ実際日本の EC 開発会社がですね、おざなりにしてしまっている部分があるんですけど、特に安いサイトを作ろうと思うところでよくあるんですけど、ステージングサイトを作らない方がいます。ステージングサイトがないとですね、さっきのこのアップデートのチェックができないんですよ。安全にアップデートできたかどうかっていうのは、あくまでステージングサイトで試してみて、問題なければ本番環境にするというのが一般的になるんで、 EC サイトを作る場合はステージングサイト、これもワードプレスに限らずです、EC キューブとかああいうところを使うときも、僕はステージングサイトを必ず作ってくださいという言い方をしています。でいうとなるので、ステージングサイトが必須というのは、特に覚えてください。覚えて、まあ、守ってるようにしていただいた方がいいと思います。後で多分困ると。で、それがまあセキュリティの話になります。で、あとはマーケティングですね。これちょっといろいろマーケティングの仕方はたくさんあると思うんで、一概には言えないんですけど、まあ、ネットで売るというのを大前提にする場合ですね、やっぱ検索トレンドの確認した方がいいと思います。まあ、こういう例えばですけど、コーヒー豆売り始めようと思ってるんだというところの EC サイトを作るという話になったら、じゃあそのコーヒー豆に特殊性があったりとかするのは、それの検索キーワードが伸びてるのかどうかとか、逆にまあ停滞しているのかどうかということによって、売り上げがどれくらい上がるかというのがざっくりですけど、予測が立ちます。で、あと SNS、Twitter とかでの注目度ですね、その、扱っているコーヒー豆がなんかみんなでつぶやかれているとかいうふうになっていれば、あ、これ売れる可能性高いな、で SNS を、混ぜたマーケティングしたらいいんだとかいう話ができます。で、あとこれ、まあ、これは多分売り始めようと思う方の方がしてくれるとは思うんですけども、競合他社がどれくらいいるのか、同じものを売ってる会社がですね、少なければ可能性は高いかもしれませんけれども、多かったらもともと戦うのが難しいんちゃうかという話もあったりしますので、競合他社の調査っていうのは必ず必要です。あと、これはですね、利益確定の話になるんですけれども、経営者側からするとやっぱ売り上げが上がってほしいのと、安定した売り上げが欲しいんですね。で、安定した売り上げって何かっていうと、リピートするかなんですよ。例えばですけど、先ほど言った使い捨てコンタクトレンズ、僕使い捨てコンタクトレンズ の、 サイトを友達が、やり始めるってんで、まあ、呼ばれてそこで参画した形なんですけど、使い捨てコンタクトレンズこれいけるかもなと思った理由がリピート率なんですよ。3ヶ月に1回必ず買うんですね、1箱の場合、3箱の場合。
ということで、3ヶ月必ず繰り返していくんで、先行者利益が非常に強いと思ったんで、そこに、参画しました。で、まあ、結果、2億5000ぐらいまでかな、までバッと上がって、でその後ちょっと僕の場合、ちょっと会社の社長と揉めまして、辞めていったんですけど、海外の会社だけもらってですね、辞めていったんですけど、まあ、そういうのはちょっと別として、やっぱりリピート商品だと売り上げ上がるという予測ができます。で、今すでにある商品がリピートしない商品でも、うまくストーリーをつけることによって定期販売ができるようにするとか、これもリピートにすることができます。ですので、あとは本当にどうストーリーを作って物を売るかというのを、アイデア次第では、安定収入にすることもできますので、考えてもらったらいいのかなと思います。ですので、まあ、マーケティング、売り方も含めてのマーケティングですね、を EC サイトを構築する前にした方がいいと思います。で、予定よりちょっと、また押してしまったんですけども、じゃあ、ウーコマースでどんなことができるんですかということで、クッピーから話をします。まずですね、先ほど言ったみたいにクライアントの要望を聞いて、マーケットの規模を見て、あと将来の成長率みたいなことを考えて、サーバーとかの選択をすればいいと思います。一番最初にですね、売上がちょっと低いだろうなと思うときは、そんなに大きなサーバーもちろんする必要はないです。特定のサーバーを置いちゃうと、そこの、営業活動みたいになっちゃうとあれなんですけれども、それこそ月1000円ぐらいのレンタルサーバーで全然スタートしてもいいと思います。ただ、最初の段階でですね、クライアントさんも含めてマーケットも見てですね、近いうちに100万くらいいきそうかなみたいな話になると、やっぱ VPS だったりとか専用サーバーの方を考えた方がいいこともありますので、そういう形で、規模、最初のスタートの規模を考えてやっていけばいいと思います。で、EC システムですね、大きく、ASP とオープンソースとモール型といって3つあります。で、これですね、ウーコマースの説明しようと思うので、こういう話するとですね、ウーコマース使わなくていいじゃんという話があるんですけれども、ぶっちゃけ言います、僕のところに相談来た人でもですね、ウーコマースじゃなくても他の使った方がいいですよということが稀にあります。例えばですけど、月10万以上の売り上げを目標にしないんだったら、僕はじゃあベース使った方がいいんじゃないですかという話をします。なんでかというと、10万の売り上げで運営保守にかけるお金がゼロに近いんですよ。そうするとセキュリティ担保できなくなりますので、それだったら ASP といってベースさんとかですね、最近でやったらショピファイさんとか、あっち使った方が絶対安全なんですね、セキュリティ面でいうと。ですので ASP を使った方がいいと思います。で、あと、楽天さんみたいなモール型ですね、そこに出せばとりあえずある程度売り上げが出そうかなみたいな、まあ、一応楽天もですね、最近はもうマーケティングしないと全然売れないんですけれど、そういうところでやりたいというところの方は、まあ、それでいいと思います。ただオープンソースですることのメリットっていうのは、デザインの自由性、あと機能の自由性がもう格段と違います、楽天や ASP に比べて。ですので、ちょっとしたことで工夫をしたいと、売り上げを本当に上げたいというところには、やっぱりオープンソースの方がいいと思います。で、そういう点でですね、ウーコマースに合ってる EC サイトっていうのが、保守運用がまずできる、これ独自でもいいですし、外注してもいいです。まずそれに費用をかけようということができるというか、会社さんというか EC サイトですね。あと販売方法をちょっと複雑にしたいなとか、いう形にも、全て対応できます。あとウーコマースの場合、ワードプレスと連携してるんで、コンテンツと連携するのは非常に得意です。ショートコードというのがたくさんありますので、コンテンツをですね、例えば記事書きました、すぐにですね、カートに行くボタンポンってのを簡単に立つことができるんですね、ショートコードでいうのもありますので、コンテンツを対応する EC サイトを作りたいなという人にも非常にあります。で、特に、まあ、さっき言いましたけれども、UI、UX 対策っていうのは、まあ、見た目だったり動きなんですけれども、これが自由に移動できるっていうのが、やっぱオープンソースウーコマースワードプレスでの、強みになります。まあ、最後は、それの総括になりますけれども、自由度の高いシステムにしたいとかいう、要望のある、お客さんに関しては、やっぱ EC サイトとしてはウーコマースは非常に適しているかなとは思います。で、ちなみにじゃあ、どれくらいの機能あるのと、スペック的なものですね、を、紹介させてもらいます。でウーコマースってですね、一応、システム的には1秒間に5注文受けることを処理ができる機能がついてます。ですので、まあ、単純計算で、5×60×60 で1時間に1万8000注文受けることができます。で、ログインのユーザー数、同時ログインが5000、までは耐えうるという形のことを言われています。これちょっとウーカンファレンスっていうのが去年ありまして、その時にスカイバーチっていう会社のベガっていう、人がですね、紹介してもらった内容です。で、一応、まあ、スカイバーチさんとは僕仲良くいつもさせてもらってるんで、使っていいって聞いたらいいよって言われたので、ここでちょっと紹介をさせてもらってます。で、まあ、もちろん安い共有サーバーでこれを実現するのはなかなか難しいです。 VPS でちゃんと、データベースをきっちりと触ってですね、メモリーが増やしてということがすれば、これくらい全然いきますよという話です。
はい、で次にですね、オープンソースってですね、知らない方からするとですね、みんな素人が集まって作ったんちゃうんとかって思われる方がいるかもしれないんですけど、実はですね、皆さん使ってる、システムってほとんどがオープンソースなんですよ。 Linux サーバー、これもオープンソースです。で実際ですね、 PHP これも実質オープンソースです。でデータベースとかもほとんどオープンソースです。でそういうことを考えるとですね、じゃあなんでこんなオープンソースがいいのかな、でセキュリティ的にやばいんじゃないと思うかもしれないですけど、これをちょっと学術的に調べた方がいらっしゃいます。カーネギーメロン大学とスタンフォード大学の研究結果ですね、オープンソースの方がセキュリティ的に高いですよと言われているところです。大体いろんなですね、商用的なプログラムを、研究した結果ですね、1000行に対してやっぱり20行から30行ぐらいのバグが、商用ものには存在すると。でそれを、企業ベースで修正していくという話なんですけれども、オープンソースの場合ですね、特に、Linux をちょっと例にしているのでちょっとずるいかなと思うんですけれども、1000行あたりですね、1行もないと、 0.17 行というのが数値的に出てます。これ何かというと、オープンソースってみんなで見るんで、みんなで付き合うんですね。で僕もそうですけど、コアの開発の方に手伝っているときには、ここはあかんやん、これ日本語じゃちゃんと表示できへんで、だからこのコードにしようっていう提案をするんですね。でそれが、ウーコマースの場合は大体今500人ぐらいかな、でも実質動いたのが200人ぐらいだと思います。500人の方が、されているということは、その500人のエイジが集結しているシステムになりますので、やっぱりセキュリティ的には高くなるんですね。であと、ワードプレスと一緒なんですけれども、もしセキュリティの問題が見つかってもですね、すぐに、クローズし、公開されません。こんなウイルス見つかったよってのがされません。どうされるかっていうと、一回ウーコマースワードプレスを開発してるオートマチックに連絡が行きます。ここちょっとセキュリティホールあったよと。そしたらこっそりですね、中の方でセキュリティパッチを作って公開して、公開した後1週間後に初めて、公開されるんですね。記事になったりとかするんです。なのでアップデートさえしてればほぼ乗っ取りというのはないんです。そういうこともあるんで、セキュリティ的には実はオープンソースの方が高いですよというのは、そういう理由があります。ですね、そういう点では強いですよというのが、1点です。で、じゃあそれを基づいてですね、ウーコマースの開発をしようと、思ったらですね、決めなきゃいけないのが大体この3つです。テーマ、どんなデザインしようかなと。で一からもちろん作ることもいいです。ただですね、開発コストを考えると、すでにあるテーマをうまく使って固テーマ作るというのが僕はおすすめです。で、もちろん、そういう形でテーマを選ぶと。で最近ですね、ウーコマースに対応しているテーマも増えてます。かなり増えてますですね。選ぶのができますし、日本の方でいうとですね、今ブース出されてますけど、スノーモンキーさんもウーコマース対応してますので、そういうところから選ぶのも全然いいと思います。でエクステンションですね、拡張プラグイン、これいろんな機能がつけれます。先ほど言ったみたいに、予約販売ができたりとか、すいません、なんだ出てこないごめんなさい、なんだっけ、定期購入だったりとか、いろんな機能をプラグインで拡張することができます。で機能的な分だけでも200から300、公式サイトにありますん で、ノラプラグインっていうやつを入れるとですね、1000近いプラグインがありますので、ほぼほぼですね、今一般的に使われている EC のやつは、EC の機能っていうのはほぼほぼ拡張プラグインで足せると思ってもらったりです。ただちょっとネックなのがですね、やっぱほぼまだ日本語対応してないというところですね。それだけはちょっと開発者の皆さんで頑張って対応しなきゃいけないというところはありますけれども、かなり機能ができます。であと細かなところですね、カスタマイズに関しては、やることができます。でこれですね、これもちょっと申し訳ないんですけれども、英語さえ読めればもう非常に定型的にですね書かれているサイトがありますので、そこを見てもらったら十分できますので、見てもらったらいいと思います。ちょっとすいません、予想より時間が押してしまってるんでかかっていきますね。で、世界でよく使われているプラグインのですね、拡張プラグインを今回ですね12個、紹介させてもらいます。ただちょっと時間がないんでガガガガッといきますね。プロダクトアドオンっていうやつが1個の商品ですね、追加、メモリを追加したらいくらみたいな感じの販売の仕方ができますよというのがあります。でもしくはですね、最近僕の方でやったのは、名付け、名前をつけて、刺繍して売りたいとかいうときにその名前を入力する欄をつけるとかいうのができるのがプロダクトアドオンです。これ一応woocommerce.com っていう公式サイトの中で毎年一番よく売れてるプラグインと言われてます。もちろんでもね、PC のそれに関わる商品じゃなければ使う必要ないんですけれども、それがあります。あと、サブスクリプションですね。やっぱこれは EC サイトの永遠の課題なんですけど、安定収入が欲しいというところがありますので、定期的に購入してもらうシステム、これは本当商品にもよるんですけれども、アイデア次第ではこれで定期購入できるんだっていうのもできますので、考えてもらったらいいかなと思います。ただブッキング予約ですね、サロンの予約とか使えるプラグインです。
あとプレオーダー、これが予約販売のプラグインですね。1ヶ月後販売予定のやつを1ヶ月後に決済を落とすと、いわゆる注文だけ先に受けて、決済は、出荷確定した時に、決済を落とすということができるプラグインです。あとメンバーシップっていって会員制サイトを作ることができます。でこれはものじゃなくてコンテンツ販売されている方、サイトを作ってですね、一部分だけ見せてそこから先は有料にしたいとかいうのに、使えるシステムになります。であと、コンポジット、プロダクツっていって、アップルのノートパソコンを買いたいなとか思った時に、キーボードを選んでメモリー選んでとかってこう段階的にこう決めていくやつありますよね。そういう機能をつけることができるプラグインというのもあります。で、次ですね。でその2ですね、ここの中に、もしかしたらプラグインをちょっと開発して売りたいなという方もいらっしゃるかもしれないんであれなんですけども、 API でですねのマネージメントをする、プラグインもあります。でちなみに私のサイトで、決済プラグイン有料で売ってるんですけど、これこの API、マネージャーを使ってます。API キーを発行してですね、それを、設定してもらってなかったらアップデートできないというような機能をつけたりとかすることができます。であと、これちょっと私おすすめで、どっかの方がもし依頼あったら、はい、作りたいなと思ってるんですけど、写真館向けのプラグインというのがあります。ウークマースフォトグラフィーっていうのがですね、これ、ダウンロードもできるし、印刷したのを、発送して売ることもできるというような、プラグインになります。であとメールチャンプ for ウークマースというのは、メール配信ですねのサービスです。まあ、ちょっとメールチャンプっていうチップっていうのがあるんですけれども、それがちょっと、海外のサイトになりますけれども、日本語対応はある程度しっかりしてますので使うことが可能です。で、まあ、安定して動いてもらいますので、それがあります。とあとフォローアップですね。これはメールチップとか使わずに、自分のサーバーでメールを送信するやつで、かつ、購入した5日後に、フォローメール出すとかいうことができる、メールに関連する、プラグインです。であとプリント、インボイスのパッケージリスティングっていうのは、書いてるとおりですね、請求書、納品書とか、ピッキング、リストとかいうのを一覧出すことができる、プラグになります。であと Google Analytics ですね。Google Analytics だけだと普通にアクセスするとのことなんですけど、プロを使うとですね、細かな部分が見えます。商品ページに行ってカートに入れて、カートからカゴ落ちしたのが何件、カートから支払いまで行ったのが何件、支払いからカゴ落ちしたのが何件とかいうのも全部追っかけれます。ですので UX、を考えるときには必ず役に立つプラグになりますですね。こういうのが、ありますんで、やってもらう、いろいろ検討してもらったらいいなと思います。でちなみにこの12個を選ぶのに非常に時間かかりまして、実際ですね、この紹介するだけでも100個ぐらいいろいろ使えるのがあるんですよ。ですのでwookommerce.com で公式の中で調べてもらったら本当いろいろありますんで、探してみてもらったらいいかなと思います。はい。で、カスタマイズの方ですね、の方になりますけれども、すみません、かなり時間が押してるんで、ここはまあちょっと難しいんで、リンクだけご紹介します。で、これ、先ほど言いましたけど、スライド公開しますんで、これ、ポチッとクリックしてもらって、その先に行くようにしてますんで、見てもらったりですけども、いろんなのがですね、これだけ、ドキュメントとして、公開されてます。ちょっと英語っていうのがあるんですけれども、そんな難しい英語でもないと思います。しっかり読んでもらったらですね、それによって開発することができますんで、であと、最近ですね、本当、日本語で、昔からですね、できればブログ書いてねって言ってたらですね、最近いろいろ書いていただいてですね、日本語の、開発のやり方も書いてるブログも非常に増えてますんで、そういうのを検索してもらってもいいと思います。でもしこの中で、今後開発してみたいなと思って開発してみたという方がいらっしゃったら、ブログ書いてもらえるとすごく嬉しいです。そうすると今特にですけど、まだ記事が少ないんでですね、アクセス当たる確率は非常に高いと思いますんで、やってもらえたらいいかなと思います。で、最後にですね、ちょっと時間が余ったら少し話そうと思います。時間が余ってないのでざっくり言いますけれども、今からはスマホです。今からというか、もう今すでにスマホなんですよ。僕がですね、持ってる EC サイトで、スマホのですね、率ってどれくらいだと思います？特に女性向けになるとですね、9割スマホで購入してます。見てるんじゃなくて。昔はですね、見るのが9割ぐらい、購入7割ぐらいって言われてたんですけども、最近9割方スマホで購入するようになってるんですよ。ということは、PC サイトでどんなにかっこよく見えても、スマートフォンでどれだけ早く、どれだけスムーズに、どれだけ綺麗に見えるかっていうのが大事なんですね。ですので、スマートフォンを必ず、注意するようにしてください。もちろん、ユーザーによってはスマホじゃなくて PC でいいよというのもあるとは思うんですけれども、スマホをした方がいいと思います。で、まあ、UX、UI に関してはですね、まだスマホはこの形をすれば絶対売れるみたいな形は正直まだないです。ですので、できればですね、やっぱ開発コストをある程度持ったりとか、テストしなきゃいけないと思います。で、そういうところで柔軟な対応が必要という形になるのも覚えておいてもらったりです。で、これ最後なんですけれども、
WooCommerce とですね、ワードプレス開発ビジネスにおいて、まあ、ここちょっと開発の方がどれくらいいらっしゃるかわからないんですけども、やっぱりですね、開発するためには先ほど言いましたけど、セキュリティを担保しなきゃいけないということは運用保証しなきゃいけません。でかつ、さっき言ったみたいに、スマートフォンというのはまだこれだったら売れるという形がなかなかできてません。ですので常に改善をしていかなきゃいけないという形になりますので、いわゆる、まあ、開発者側の定期購入じゃないですけど、安定収入にもなり得るのが EC です。ですので最初はちょっと難しいかもしれませんけど、先ほど話したみたいに EC に大事なところ、勘どころをしっかり押さえた上で経験を積んでいけば、まだまだ EC サイトはそれこそ、まだ倍ぐらいには増えるだろうって言われてますんで、開発事業者さんは、WooCommerce も含めてですけれども EC に手出すというのは僕は可能性のある高いビジネスじゃないかなとは思っております。はい、ということで、ちょっと後半はかなり先走ってしまう、早くなりましたけども、こんな感じになります。時間がすいません、ビチビチになってしまいましたので、一応ですね、私、次の、時間帯はですね、ちょっと隣 の、 セッション聞きたいんで、そのセッションで聞いてるんですけれども、その後ですね、3時かな、3時でいいんだね、3時からは、ネットワーキングルームの方にいますので、何かもしご質問等がありましたらそちらの方に来ていただければいいかなと思います。はい、すいません、ちょっと後半かなり早口になりましたけども、そんな感じで、はい、ありがとうございました。本当に盛りだくさん